今回紹介するのはですね、キューボットのタフネススマートフォンですね。キングコングシリーズのキングコングエース3です。こちらの端末見ていただくとわかる通り、ちょっとデザイン的にもね、おしゃれな感じになっているんですけれども、この見た目とですね、あとここにミニディスプレイですね、サブディスプレイを搭載しているということで、まあこれがね、売りになっている端末になります。それでは早速見ていきましょう。 それでは同梱品を見ていきたいと思います。まずは説明書関係です。一応日本語の表記もありますけれども、まあ、ほとんど見るところはありません。あとはガラスフィルムが入っていますね。それ以外には充電器。こちらはですね、33ワットの高速充電に対応した充電器が入っています。 で、本体の方も 33W の急速充電に対応しています。それ以外はシムピンですね。あとは充電用のタイプ C、タイプ C のケーブルが1本付属しています。それではね、本体の方見ていきたいと思います。まず第一印象はデザイン的にかっこよくてタフネス,スマートフォンっぽくないまあ、デザインといいますかね。あと薄いんですよね。 まあこの端末の一つの売りは、そのデザインと薄さと、あと軽いということですね。当然薄くなっているので、えー、通常の、ね、タフネススマートフォンよりは軽く感じます。実際軽いですね。ただ、軽いということで、バッテリーの容量は 5100mAh ですね。まあ、なので、通常のタフネススマートフォンは8000とか1万とかね、あるいはそれ以上のものが結構ありますけれども、まあ、これは5100ということで、一般的なスマートフォンとまあ同じぐらいのね、バッテリーの容量になっています。 重量の方は 285g ですね。通常のスマートフォンでも 200g は今超えてると思いますので、まあ気持ち重たいかなという感じです。逆にタフネススマートフォンはだいたい300超えてますので、まあやはり重量的には軽くなっていますね。厚みの方は、えー、約13.6ミ、mm、リということで、まあタフネススマートフォンとしては薄いですけれども、やはり通常のスマートフォンだと まあ、厚めということです。ただ、いつもね、タフネスマートフォンね、持ってますので、それに比べるとかなり薄くね、平べったく感じますね。それでは、ぐるっと見ていきたいと思います。まず、背面は、まあ、これはよくあるゴムっぽい素材ですね。で、ちょっと皮っぽい仕上げになってるっていうかね、えー、見た目が皮っぽい感じにはなってますけど、よくあるいつものゴム素材ですね。で、このオレンジ色のところは、 え、プラスチックをはめてあるわけではなくて、同じゴムっぽい素材でできてますね。で、このサイドについては金属フレームをはめてある感じです。で、あと、ここに、ね、キューボットのロゴがありますけどこれはね、プラスチックがはめてありますね。サイドの方から見ていきます。まずは、ボリュームボタン、電源ボタンですね。で、そこの方にタイプ C があります。これはキャップ付きです。で、角は、 ストラップホールがありますね。で、逆サイドは、えー、カスタムボタンですね。あとシムスロットです。上は特にありません。で、ディスプレイサイズは約6.5インチで、解像度はフル HD プラスですね。リフレッシュレートの方は 90Hz に対応しています。一応90、60自動と選択することができます。で、メモリーは 8GB、ストレージは 256GB です。 メモリのね、拡張機能にも対応しています。えっ、ー、と、物理メモリ 8GB プラス、メモリ拡張でさらに 8GB 拡張することが可能になっています。まあ、なので、合計で 16GB で利用することができます。SOC はヘリオの G818 ですね。アンスベンチマークは249000点ということで、まあ、ローエンドのね、SOC になります。 まあ、ユニソックの t の606とか、まあ、あの辺よりもちょっと下が同じぐらいかなということなんで、まあ、現在販売されているスマートフォンの中では、あかなりね、性能が低い方に入ると思います。それではですね、アンツベンチマーク20万点台のスマートフォンですけれども、まあ、ライトな使い方では使えるかということで、ブラウジングしてみたいと思います。それではちょっとニュース見てみますね。はい、サクッと写真も含めて表示されていますね。 はい。写真もね、パッと表示されました。特に問題はなさそうですね。ブラウジング程度であれば大丈夫でしょう。一応じゃあ戻る。戻る。大丈夫ですね。はい。動画のね、埋め込みもしっかりと表示されましたね。はい。これもサクッと表示されました。戻る。戻る。はい。特に問題ないですね。それではこれもいつもやっているね、Google マップで東京駅を検索してみます。あれすげえサクッと表示された。 はい。あー、まあ問題ないですね。ちょっと読み込みが遅いか。一気に読み込まないのかな。はい。あでもピンチインピンチアウトはそんなに問題がないですね。はい。割とスムーズです。ただデータがこう降ってくるのにね、時間かかってる感じですかね。はい。表示されるのに時間かかるって感じかな。あ、そうでもないね。はい。まあ、特に問題はないですね。 GPS のテストしてみました。一応47個見えて27個使ってますということですね。アベレージ21.7ということですので、まあ、一般的なね、安い格安スマートフォンと、まあだいたい似たような性能かなと思います。ワイドバインのセキュリティレベルは、えー、残念ながらレベル3ですね。この端末はですね、指紋認証センサーね、電源ボタンと兼用で搭載をしています。 それではやせーの、ほい。ゆっくりですね。せーの、ほい。ちょっとワンテンポ遅れてっていう感じですね。まあ、センサーの精度なのか、まあ、そもそも性能が低いからなのかっていうところありますけども、ほい。そうですね。ワンテンポ遅れてロックが解除される感じです。それでは逆サイドのカスタムボタンの設定見ていきましょう。 設定メニューの中のスマートキーですね、えー。こちらで設定することができます。最近なぜか日本語化されてないものが多くなってきましたね。まあ以前はちゃんとね、されてたんですけども。で、一つのボタンに対して3つの操作やアプリを割り当てることができます。シングルクリック、ダブルクリック、長押しですね。で、この端末は背面に、えー、ミニスクリーンですね。タブディスプレイを搭載していますので、一応シングルクリックでそのね、ミニスクリーンをまあ点灯させる設定になっているようです。 で設定の内容はですね、こんな感じで、例えば、ボイスレコーダーだったり、えー、懐中電灯だったりね、あとはスクリーンショットを撮ったりする、こういった操作ですね、操作を割り当てたり、あるいはインストールされているアプリを起動するね、ボタンにするのかっていうことで設定が可能になっています。それでは、長押しでね、カメラが起動するに設定になってましたんで、ちょっとやってみたいと思います。このボタンですね、このボタンを長押しします。はい、そうするとカメラが 起動しました。それではですね、この端末の一つの売りでありますサブディスプレイ見ていきたいと思います。背面にこの円形のディスプレイになってるんですね。まるでここにこうスマートウォッチがついてるような感じになっています。で、まずこれこうね、丸いね、ディスプレイなので、今ここにこうアナログの時計が表示されてるんですね。で、これもちろん変えることができるんですけれども、これでですね、はい、こう選べるんですが、 まあ大体やっぱりアナログの時計なんですよね。やっぱりこれ丸いからでしょうかね。デジタルというよりはみんな針のアナログ時計ですね。で、後の機能はですね、下から持ち上げると通知の確認です。上からね、下げると、まあこれバッテリーを確認するですね。で、左右に振るとですね、まずこれはコンパスですね。これはですね、やはりここがディスプレイが丸いのをね、活かしてると思います。ほら、こんな感じでコンパスね。まるでコンパスのように使えますね。それ以外は、 カメラですねで。カメラですね。カメラはですね、単純にここがファインダー代わりになります。だから自撮りするときに、こちら側のアウトカメラを使って、まあ、ここでね、自分の位置を合わせて撮影することができます。あとは音楽ですね。これは再生したり止めたり、あとはその音楽のタイトルなんかがあればね、ここに表示されてますね。設定の方はですね、設定メニューのミニスクリーンというところから設定ができます。えっ、ー、と、まあ、例えばタイムアウトする時間ですね。表示をやめる時間とか、 まあ、あと明るさとかですかね。あと、ホームに戻る時間とか設定することはできます。あと、通知をね、表示させたりとかもできるんですけども、おそらくこれでもね、まあ、以前にもね、同等の端末を紹介しているんですけども、ちょっと思ったようなね、動作ではなくて、まあ、本当に一応ね、わかる、こう、印が出てくるっていう感じのものになってますね。まあ、あとはね、そのさっき言ったミュージックですねで。ミュージックで使うアプリですね。それもここからね、選択することができます。だから自分の好きな 音楽のね、アプリを使うことができるということでしょうか。あとはカメラ撮影時の解像度の設定ですね。SIM トレイは入ったスロットですね。で、あとマイクロ SD カードを利用できますけれども、こちら最大1テライトに対応しています。この端末はね、技的マークが箱についています。で、SIM カード入れてみましたけれども、SIM カード挿すだけで、まあ、ちゃんとボルテモンになってますね。法人も掴んでおります。 で、通知があるとですね、ここにね、赤い点が出てきます。これはちょっとね、文字盤のデザインによっては非常に見づらいかなと思います。まあ、ちょっとですね、このサブディスプレイのこの通知っていうのが前の端末も含めて若干見づらいかなと思います。もちろん文字盤によっては見やすいものもあるかもしれないですね。これにすると、ここに出てるんですけど、場所は全然変わりません。まあだからちょっとこのアナログ時計だと、ちょっと、ああ、こういうのと、 かかりやすすいいもしれないですねちょっとさっきの文字盤にならないぞこれですね長押しはいなりましたねそうするとここに赤い印が出てるのでまあいくらか分かりやすいかなと思いますこれがねショートメッセージの通知です一応相手とえー、と本文の一部が表示されてますね スピーカーはシングルスピーカーですね。ここの穴から音が出る感じです。でカメラの方は、一応メインカメラが1億画素、100MP です。あとは、えー、マクロレンズ500万画素ですね。インカメラは3200万画素です。高画カメラ、望遠カメラは搭載しておりません。それではカメラ見ていきたいと思います。カメラの方はですね、まあ、レンズの切り替え当然ありません。HDR がありますね。AI はないです。 あとはウルトラ HD ということで、これはおそらく1億画素で撮影するモードです。その隣にマクロ撮影ですね。マクロがあります。あと動画とその他ですね。ちなみに動画の解像度は、えー、っと、フル HD が最高ですね。フレームレートの選択、EIS のオンオフもありませんね。で、その他の撮影の中には QR コードプロ。あとスローモーション撮れますね。gif ファイルにタイムラプス。 美顔モードにパノラマ撮影にポートレートモードですね。まあ一応一通りスローモーションも含めて、えー、撮影モードは揃っています。それではですね、実際に撮影した写真を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、条件が良ければ特に問題はなく綺麗に撮影ができますね。はい。これみんなメインカメラですけど、こんな感じです。まあこのアジサイもですね、結構綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。まあやっぱりこう強い日差しとかね、あるいはすごく暗かったりしなければ、 まあまあ普通に屋外で撮影する分には問題ないでしょう。これがですね、マクロカメラですね。マクロカメラちょっとやっぱりザラつきがあるような感じがします。こちらはメインカメラですね。まあ若干空、明るいところが白飛び気味といった感じです。こちらもですね、ちょ明るいところと暗いところが、まあ同時にね、画角に入るところだったんですけど、空は明るくて、 左側の柱の方は日陰で暗かったんですけども、まあまあ自然に撮れてるかなと思います。次は動画ですね。動画はやっぱり EIS ないですね。手ブレ補正はほぼ効いていません。はい。なかなか歩きながら使うっていうのは難しいと思います。 ということで今日はキューボットのね、格安のタフネス,スマートフォン、キングコング AS3 紹介をさせていただきました。まあ、やはりこの端末の魅力はですね、薄くて軽いことですね。まあ、普通のスマートフォンと似たような使い心地で使えるタフネス,スマートフォンというところです。であと価格ですね、価格が149.99ドルでプレセールで販売されるようです。 まあ約150ドルということですので、日本円で2万5千円弱ぐらいの価格でしょうかね。まあ非常に買いやすい価格ではないかなと思います。まああとですね、サブディスプレイがついているというところもガジェット好きにはね、結構ワクワクするポイントかなと思います。で、気になるところはですね、IP68、IP69K には対応しているんですけれども、まあ一応販売ページにはそのミル規格に対応しているような 記載がですね、ちょっと確認できなかったので、もちろんね、タフネススマートフォンなんで対衝撃性能ですね、そのゴム的なバンパーとかもついてますんで対応してると思うんですが、まあ、一応見る企画は謳われていないのかなという感じです。購入先についてはですね、動画の説明欄にリンクを入れておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。